さて今日は素敵なゲストにお越しいただいています。今年 KRI ギュッと恋する音楽フェス2017に出演していただきますチームシャチホコの秋元ほのかさんと坂本春奈さんに来てもらいました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちちっちゃく立って名古屋城チームシャチホコです。よろしくお願いします。かわいい。燃えますね。もうお二人とも顔ちっちゃい。いや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 、そんなことない。もうびっくりしました。じゃあ、秋元さんから簡単に自己紹介お願いします。はい、名古屋レッド秋元ほのかです。よろしくお願いします。坂本さんお願いします。はい、翼きみどり坂本春奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かわいいですね。フレーズがやっぱり名古屋ですね。本当だね。もうなんか結成当初に大人の人に勝手につけられた名前なんですけど、ね、カラーはね、自分たちでカラーは決めたわけじゃないんですか。大人が勝手に、イオンモールとかでライブをしているときに、はい、急にチーフマネージャーさんがステージ上に上がってきて、はい、カラーを発表しますって言って、ね、ファンの皆さんの前で急に発表しました。自分たちも知らなかった。知らなかったです。びっくりです、はい。まあ、そんなお二人にこの番組休日日曜日の番組でして、はい、いろいろなアーティストさんに休日の過ごし方を聞いているんですが、伺っていきたいと思います。お、秋元さん、はい、どうですか。ちょうどさ、うん、この前の休日春と海行ったんですよ。そうなんですよ。2人でちょうどメンバー2人が空いてたので、うんうん、行こっかってなって、ね、もうバーベキューしたりとか、あとは私がジェットの水上バイクの免許を持ってるんですよ。坂本さんが。はい、そうなんです。かっこいいですよね。だから一緒にやったりとか、そう、後ろに乗せてもらって。結構スピードは出ましたか。結構速かったよ。時速50キロぐらい出てたんじゃない。なんかね、車の上とかじゃなくて海のなんか上だから陸じゃなくて、なんか落ちても怖くない。怖くない。あ、水だから落ちたよね。落ちたよね。落とされた春に。いっぱい落ちたよね。結構そうやってメンバーで休みの日は遊んだりすること多いんですか。しますね。そうだね、ご飯食べに行ったりとか、いませんか。意外とないよね。はい。なんか衣装とか着て歩いてたら、まあ、たまに言われたりしますけど、あんまないよね。色がなかったら分かんないよね、私たちって。なるほど。逆にね、もうそれで定着しているから、カラフルな子たちっていう印象が強いと思います。ね、ちょっと水着姿だったらね、また雰囲気も違ったりしてそうだね。ね。お二人愛知県出身なんですが、実は私も愛知県の出身なんですよ。一緒だ、嬉しい。そうやって聞くと一気に本当親近感が、ね、嬉しい。お友達になった感じ、ね、本当に。もうなんか私愛知県に帰った時も、うんうん、地下鉄の駅にもうチームシャチホコのもうポスターがバーン貼ってあって、すごい、本当にすごい人気ですよね。いやいやいや、そんなことないです。いや、嬉しいね。ね、もう私の父母もおじちゃんおばちゃんになるんですけど、うん、もちろん皆さんのことは知ってまして、嘘。そうなんです。もう本当に嬉しいね。嬉しい。もうこの有名さを山口県の方々にすごい伝えたくて、いや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 、もう必死にプレゼンをしているんですけど。いや、嬉しい。ありがとうございます。で、愛知県と山口県、うん、まあ、ちょっと離れてるんで、うん、意外とこうなんか共通点とかないのかなと思ったんですけど、うんうん、私が思う共通点ってウイローが。ウイロー。そうなんです。名古屋にもありますけど山口にもあるんですよね、うんうん、はい、はい、山口のウイロー召し上がったことありますか。あります、あります。今日楽屋に置いてあって、あ、先ほどいただきました。どうでしたか、坂本さん。なんかブルってしてて、ま、名古屋のウイロと全然違くて、うん、びっくりしましたね。なんか名古屋のががっしりしてるっていうか、うんうん、なんかもそもそします。そうそうそう、そ そう、それウイロですみたいな、なんか太い感じなんですけど存在感ありますよね。山口はなんかウイロみたいな、なんかプルッとしてて、プルッて食べれちゃう、ね、なんかね、うん、スンってしてるよね、うん、スンってしてる。そうなんですよ。結構私も愛知県に来た時、うんうん、そのウイロっていう同じフレーズだったんですけど全く別物で、うんうん、結構カルチャーショックを受けたものの一つではあったんですが、ね、同じ名前なのにって感じ、全然違うもんね。なんかね、そういうところでつながりが山口とあるのかなと思ったりしますが、うんうん、一緒だ。そしてお二人は去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てく
触れてて、初めてだったんだよね、山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、うん、嬉しかったよね。嬉しかった。でなんかそこで驚いたことが、はい、私たちあの餅投げ、餅巻きですね、はい、餅巻きに参加させてもらったんですよ、でなんか初めてそのたくさんのファンの皆さんだったりとか、うん、あとおじいちゃんおばあちゃん、ちっちゃい子供の方たちみんなもう手をね、うまくキャッチして、ね、キャッチって、特におじいちゃんおばあちゃんがもうすごくて、プロってたよね。そう、すごいプロだったよね。うん、もう山口県民は餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ。うん、本当に必死。え、よくやるんですか餅巻きは。あ、定番行事ですね。何かお祭りがあったりとか、うん、ちょっとしたイベントがあると必ず餅を巻くんですよね。それすごい。え、でも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ、はい、ありますよね、はい、あの結婚式の時と か、 なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう、だからちょっとここも共通した感じの、ね、うんうん、ありますね。ちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか、名古屋で。 あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、そうなんです。はい、ぜひね、今度はそれを餅に変えて、ちょっと山口県バージョンでもね、またまたやりたいね。巻きたいです。巻きたいです。今年もあの、たくさん巻いてくださいね。本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが、本当に目の色変わってたから、それがすごい印象的。ねえ。餅巻きはね、山口県民を表現させる。なんかすごいね。ねえ。そしてそれをまた今年もね、餅を巻いていただけるということで、はい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017と秋祭りのステージ、今年も出演してくださるんですよね。はい、やったー、今年も出れる。あの秋祭りのステージは去年もありましたが、はいはい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017は今年初めてになりますが、初めてですね。ホールでやるんですよね。そうなんです、屋内のホールでやります。意気込みなどいかがですか。私たち以外のなんか共演する方たちもなんかすごい方ばかりなので、はい、私たちが出ていいのかなみたいな、ね、すごいメンバーもドキドキなんですけど、なんか初めてそういうホールでやるということで、初めて見る皆さんにもチーム社長子ってこういうものだよって今ちゃんと、ね、見せれたらいいなって思います。うんうん。そして秋祭りのステージの方も、テレビの公開生放送とトークショー、ね、うん、はい、出てくださいますね、はい、こちらもどうぞお楽しみに皆さん。よろしくお願いします。お願いします。さあ秋祭りも来ていただくということなんですが、はいはい、他にも最近いろいろ活動されてるんですよね、ぜひ教えてください。はい、木本さん。はい、10月18日に私たちチーム社長子初のベストアルバム、うん、シャチベストが発売します。おめでとうございます。ありがとうございます。このベストはですね、うん、チーム社長この曲総勢65曲の中からファンの方の投票によって上位20曲が選抜されたんですよ。そうなんです。はい、じゃあもう本当にファンの方がもう聴きたい曲がギュッと詰まってる。そうなんです。もうメンバーからしても、うんうん、もう自信を持ってお届けできる曲たちなので、うんうん、本当に皆さんに聴いてもらいたいんです。はい。そしてライブなどの情報もありますかね、いかがですか。もう10月7日のこの山口の2つにかけてますね。かけてます。かけてますね。恋する音楽ベストこの KR は秋祭りにもうやっぱ10月ってなったらね、山口しか考えずに ね、 ね、行きたいと思います。お待ちしてます。本当に楽しみにしております。はい、ではそろそろお時間となってしまいました。山口県のファンの皆さんにぜひメッセージお願いします。では秋元さんから、はい、山口本当に美味しいものもいっぱいあるって聞いたので、うん、このフェスだけじゃなくて観光とかでもね、うんうん、行ってみたいなって思ったし、あの山口の皆さんにも名古屋にぜひ来ていただいて、チーム社長このライブ見てもらえたらいいなって思います。では坂本さんお願いします。はい、このラジオを聞いてもしチーム社長が気になった方には、KRY 秋祭りトークショー無料なので、ぜひ皆さんまず社長子に会いに来てください。そしてまたいろいろね、お互い山口から名古屋に来たりとか、一緒に交流が深まるといいなと思います。皆さん遊びに来てください。待ってます。はい、今日はチームシャチホコの秋元ほのかさん、そして坂本春奈さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に曲紹介お願いします。それではチームシャチホコシャチベストの中で第1位に輝いた曲聴いてください。チームシャチホコでカラーズ。では
去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てくれてて、ね、初めてだったんだよ ね山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、嬉しかったよね。嬉しかった。でなんかそこで驚いたことが、はい、私たちあの餅投げ、餅巻きですね、餅巻きに参加させてもらったんですよ、はい、でなんか初めてそのたくさんのファンの皆さんだったりとか、うん、あとおじいちゃんおばあちゃん、ちっちゃい子供の方たちみんなもうそれをねうまくキャッチして、ね、で特におじいちゃんおばあちゃんがもうすごくて揃ってたよね。そう、すごいプロだったよね。うん、もう山口県民は餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ。うん、本当に。あれ必死。よくやるんですか餅巻きは。あの定番行事ですね。うん、何かお祭りがあったりとか、うん、ちょっとしたイベントがあると必ず餅を巻くんですよね。へえ。それ、うん、すごい。でも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ。はい、ね、ありますよね。あの結婚式の時と か、 なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう、だからちょっとここも共通した感じの、ね、うんうん、ありますね。ちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか名古屋で。 あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、そうなんです。はい、じゃあぜひね今度はそれを餅に変えてちょっと山口県バージョンでもね、またやりたいみたいな。巻きたいです。巻きたいです。今年もあのたくさん巻いてくださいね。本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが本当に目の色変わってたからそれがすごい印象的。ね、餅巻きはね山口県民を豹変させる。おなんかすごいね。ね、そしてそれをまた今年もね、餅を巻いていただけるということで、はい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017と秋祭りのステージ今年も出演してくださるんですよね。はい、やったー、今年も出れる。あの秋祭りのステージは去年もありましたが、はいはい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017は今年初めてになりますが、ホールでやるんですよね。そうなんです、うん、屋内のホールでやります。意気込みなどいかがですか。私たち以外のなんか共演する方たちもなんかすごい方ばかりなので私たちが出ていいのかなみたいな、ね、すごいメンバーもドキドキなんですけど、なんか初めてそういうホールでやるということで、初めて見る皆さんにもチームシャチホコってこういうものだよって今ちゃんと、ね、見せれたらいいなって思います。うんうん、そして秋祭りのステージの方もテレビの公開生放送とトークショー、ね、うん、出てくださいますね。はい、こちらもどうぞお楽しみに皆さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ秋祭りも来ていただくということなんですが、はいはい、他にも最近いろいろ活動されてるんですよね。ぜひ教えてください。はい、木本さん。はい、10月18日陸じゃなくて、うん、なんか落ちても怖くない、ね、怖くない。あ、水だから落ちたよね。落ちたよね。落とされた春にいっぱい落ちて。結構そうやってメンバーであの休みの日は遊んだりすること多いんですか。しますね。そうだね、ご飯食べに行ったりとか、うんうん、しませんか。意外とないよね。はい、なんか衣装とか着て歩いてたら、まあ、たまに言われたりしますけど、あんまないよね。色がなかったら分かんないよね、私たちって。なるほど、逆にねもうそれで定着しているからカラフルな子たちっていう印象が強いと思います、ね。ちょっと水着姿だったらね、またあの雰囲気も違う。そうだね。ね。お二人愛知県出身なんですが、実は私も愛知県の出身なんですよ。一緒だ、嬉しい。なんかそうやって聞くと一気に本当親近感。ね、あ、嬉しい。お友達になった感じ。ね、本当に。もうなんかあの私愛知県に帰った時も、うんうん、地下鉄の駅にもうチームシャチホコのもうポスターがバーン貼ってあって、あ、すごい、本当にすごい人気ですよね。いやいやいや、そんなことないよ。いや、嬉しいね。ね。もう私のあの父母もおじちゃんおばちゃんになるんですけども、うん、もちろん皆さんのことは知ってまして。嘘。そうなんです。もう本当に嬉しいね。嬉しい。うん、もうこの有名さを山口県の方々にすごい伝えたくて。いや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 。必死にプレゼンをしているんですけど。いや、嬉しい。ありがとうございます。で、愛知県とあの山口県、うん、まあ、ちょっと離れてるんで、うん、意外とこうなんか共通点とかないのかなと思ったんですけど、うんうん、私が思う共通点ってあのウイローが。ウイロー。そうなんです。名古屋にもありますけど山口にもあるんですよね。うんうん、はい。はい、
山口のお色を召し上がったことありますか？あります、あります。今日楽屋に置いてあって、あ、用意してくださっていて、いただきました。どうでしたか坂本さん？なんかプルってしてて、ま、名古屋のお色と全然違くて、うん、びっくりしましたね。なんか名古屋のががっしりしてるっていうか、うんうん、ね、なんかもそもそします。そうそうそう、そうそれウイロですみたいな、なんか太い感じなんですけど存在感ありますよね山口はなんかウイロみたいな、なんかプルッとしてて、プルって食べれちゃう、ね、なんかね、うん、スンってしてるよね、うん、スンってしてる意味そうなんですよ。結構私もあの愛知県に来た時、うんうん、そのウイローっていう同じフレーズだったんですけど、全く別物で、うんうん、結構あのカルチャーショックを受けたものの一つではあったんですが、ね、同じ名前なのにって感じ、全然違うもんね。なんかね、そういうところでつながりが山口とあるのかなと思ったりしますが、うんうんうん、一緒だ。そしてお二人は、去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てくれてて、ね、初めてだったのだよ ね、 ね、山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、うん、嬉しかったよね。ウイロー、そうなんです。名古屋にもありますけど山口にもあるんですよね、うんうん、はい、はい、山口のお色を召し上がったことありますか？あります、あります。今日楽屋に置いてあって、用意してくださっていて、いただきました。どうでしたか坂本さん？なんかプルってしてて、ま、名古屋のお色と全然違くて、うん、びっくりしましたね。なんか名古屋のががっしりしてるっていうか、うんうん、ね、なんかもそもそします。そうそうそう、それウイロですみたいな、なんか太い感じなんですけど存在感ありますよね山口はなんかウイロみたいな、なんかプルッとしてて、プルッて食べれちゃう、ね、なんかね、うん、スンってしてるよね、うん、スンってしてる意味そうなんですよ。結構私もあの愛知県に来た時、うんうん、そのウイロっていう同じフレーズだったんですけど、全く別物で、うんうん、結構あのカルチャーショックを受けたものの一つではあったんですが、ね、同じ名前なのにって感じ、全然違うもんね。なんかね、そういうところでつながりが山口とあるのかなと思ったりしますが、うんうんうん、一緒だ。そしてお二人は、去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てくれてて、ね、初めてだったのだよ ね、 ね、山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、うん、嬉しかったよね。嬉しかった。でなんかそこで驚いたことが、はい、私たちあの餅投げ、餅巻きですね、餅巻きに参加させてもらったんですよ、はい、でなんか初めてそのたくさんのファンの皆さんだったりとか、うん、あとおじいちゃんおばあちゃん、ちっちゃい子供の方たちみんなもうそれをねうまくキャッチし て、ね、て、特におじいちゃんおばあちゃんがもうすごくて、プロってたよねそう、すごいプロだったよね、うん、もう山口県民は餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ、うん、本当にあれ必死。えよくやるんですか餅巻きは？あの定番行事ですね、うん、何かお祭りがあったりとか、うん、ちょっとしたイベントがあると必ず餅を巻くんですよね、うん、へえ、それ、うん、すごい。えでも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ、はい、あ、ね、ありますよね、あの結婚式の時と か、 なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう、だからちょっとここも共通した感じの、ね、うんうん、ありますねちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか名古屋で？ あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、そうなんです。はい、じゃあぜひね、今度はそれを餅に変えてちょっと山口県バージョンでもね、またやってみたいね。巻きたいです。巻きたいです。今年もあのたくさん巻いてくださいね。本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが本当に目の色変わってたから、それがすごい印象的。ね、餅巻きはね山口県民を豹変させる。おなんかすごいね。ね。そしてそれをまた今年もね、餅を巻いていただけるということで、はい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017と秋祭りのステージ今年も出演してくださるんですよね。はい、メッセージお願いします。では秋元さんから、はい、山口本当に美味しいものもいっぱいあるって聞いたので、うん、この何フェスだけじゃなくて観光とかでもね、うんうん、行ってみたいなって思ったし、あの山口の皆さんにも名古屋にぜひ来ていただいて、チーム社長このライブ見てもらえたらいいなって思います。では坂本さんお願いします。はい、このラジオを聞いてもしチーム社長が気になった方には、KRY 秋祭りトークショー無料なので、ぜひ皆さんまず社長子に会いに来てください。そしてまたいろいろね、お互い山口から名古屋に来たりとか、一緒に交流が深まるといいなと思います。皆さん遊びに来てください。待ってます。
はい、今日はチームシャチホコの秋元ほのかさん、そして坂本春奈さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。では最後に曲紹介お願いします。それではチームシャチホコシャチベストの中で第1位に輝いた曲聴いてください。チームシャチホコでカラーズ。では、去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てくれてて ね初めてだったのだよ ね山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、嬉しかったよね。嬉しかった。でなんかそこで驚いたことが、はい、私たちあの餅投げ、餅巻きですね、餅巻きに参加させてもらったんですよ、はい、でなんか初めてそのたくさんのファンの皆さんだったりとか、うん、あとおじいちゃんおばあちゃん、ちっちゃい子供の方たちみんなもうそれをねうまくキャッチして、ね、キャッチって、特におじいちゃんおばあちゃんがもうすごくてプロってたよね。そう、すごいプロだったよね。うん、もう山口県民は餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ。うん、本当に。あれ必死。よくやるんですか餅巻きは。あの定番行事ですね。何かお祭りがあったりとか、うん、ちょっとしたイベントがあると必ず餅を巻くんですよね。へえ。それ、うん、すごい。でも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ。はい、ね、ありますよね。はい、あの結婚式の時と か, なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう、だからちょっとここも共通した感じの、ね、ありますね。ちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか名古屋で。 あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、そうなんです。はい、じゃあぜひね今度はそれを餅に変えてちょっと山口県バージョンでもね、またまたやっていただきたい。巻きたいです。巻きたいです。今年もあのたくさん巻いてくださいね。はい、本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが本当に目の色変わってたからそれがすごい印象的。ね、もち巻きはね山口県民を豹変させる。おなんかすごいね。ね。そしてそれをまた今年もね、餅を巻いて去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てくれてて ね初めてだったんだよ ね山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、嬉しかったよね。嬉しかった。そうなんです。名古屋にもありますけど山口にもあるんですよね。うん、はい、山口のお色を召し上がったことありますか。あります。今日楽屋に置いてあって、はい、用意してくださっていて、いただきました。どうでしたか坂本さん。なんかプルってしてて、ま、名古屋のお色と全然違くて、うん、びっくりしましたね。なんか名古屋のががっしりしてるっていうか、うん、ね、なんかもそもそします。そうそうそう、そうそれウイローですみたいな、なんか太い感じなんですけど存在感ありますよね。山口はなんかウイローみたいな、なんかプルッとしててプルって食べれちゃう、ね、なんかね、うん、スンってしてるよね、うん、スンってしてる意味。そうなんですよ。結構私もあの愛知県に来た時、うんうん、そのウイローっていう同じフレーズだったんですけど全く別物で、うん、結構あのカルチャーショックを受けたものの一つではあったんですが、ね、同じ名前なのにって感じ。全然違うもんね。なんかね、そういうところでつながりが山口とあるのかなと思ったりしますが、うんうんうん、一緒だ。そしてお二人は去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てくれてて ね初めてだったんだよ ね山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、うん、嬉しかったよね。嬉しかった。でなんかそこで驚いたことが、はい、私たちあの餅投げ、餅巻きですね、はい、餅巻きに参加させてもらったんですよ、でなんか初めてそのたくさんのファンの皆さんだったりとか、うん、あとおじいちゃんおばあちゃん、ちっちゃい子供の方たちみんなもうそれをねうまくキャッチして、ね、で特におじいちゃんおばあちゃんがもうすごくてプロってたよね。そう、すごいプロだったよね。うん、もう山口県民は餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ。うん、本当に。あれ必死。よくやるんですか餅巻きは。あの定番行事ですね。何かお祭りがあったりとか、うん、ちょっとしたイベントがあると必ず餅を巻くんですよね。へ、うん、えー。それ、うん、すごい。でも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ。はい、ありますよね。あの結婚式の時と か, なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう、だからちょっとここも共通した感じの、ね、うんうん、ありますね。ちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか名古屋で。 あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、
そうなんです。はい。じゃあぜひね、今度はそれを餅に変えて、ちょっと山口県バージョンでもね、やっていただきたいね。巻きたいです。巻きたいです。今年もたくさん巻いてくださいね。はい。本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが、本当に目の色変わってたから、それがすごい印象的。ねえ。うまくキャッチして、ね。で、特におじいちゃんおばあちゃんが、もうすごくて。プロってたよね。そう。すごいプロだったよね。うん。もう、山口県民は、餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ。うん、本当に。あれ、必死。よくやるんですか、餅巻きは。あ、もう定番行事ですね。何かお祭りがあったりとか、ちょっとしたイベントがあると、必ず餅を巻くんですよね。へえ、すごい。え、でも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ。はい、ありますよね。結婚式の時とか、なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう、だからちょっとここも共通した感じの、ね、うんうん、ありますね。ちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか、名古屋で。 あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、そうなんです。はい。ぜひね、今度はそれを餅に変えて、ちょっと山口県バージョンでもね、やっていただきたい。巻きたいです。巻きたいです。今年もたくさん巻いてくださいね。本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが、本当に目の色変わってたから、それがすごい印象的。ね、餅巻きはね、山口県民を豹変させる。なんかすごいね。ね。そしてそれをまた今年もね、餅を巻いていただけるということで、はい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017と秋祭りのステージ、今年も出演してくださるんですよね。はい、やったー、今年も出れる。秋祭りのステージは去年もありましたが、はいはい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017は今年初めてになりますが、ホールでやるんですよね。そうなんです、屋内のホールでやります。意気込みなどいかがですか。私たち以外のなんか共演する方たちもなんかすごい方ばかりなので、私たちが出ていいのかなみたいな、ね、すごいメンバーもドキドキなんですけど、なんか初めてそういうホールでやるということで、初めて見る皆さんにもチーム社長子ってこういうものだよって今はちゃんと、ね、見せれたらいいなって思います。うんうん。そして秋祭りのステージの方も、テレビの公開生放送とトークショー、ね、出てくださいますね。はい、こちらもどうぞお楽しみに皆さん。よろしくお願いします。さあ、秋祭りも来ていただくということなんですが、はいはい、他にも最近いろいろ活動されてるんですよね。ぜひ教えてください。はい、木本さん。はい、10月18日に私たちチーム社長子初のベストアルバム、シャチベストが発売します。おめでとうございます。ありがとうございます。このベストはですね、チーム社長子の曲総勢65曲の中からファンの方の投票によって上位20曲が選抜されたんですよ。そうなんです。はい。じゃあもう本当にファンの方がもう聴きたい曲がギュッと詰まってる。そうなんです。もうメンバーからしても、もう自信を持ってお届けできる曲たちなので、本当に皆さんに聴いてもらいたいんです。はい。そしてライブなどの情報もありますかね、いかがですか。もう10月餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ。本当に。あれ必死。よくやるんですか餅巻きは。あ、もう定番行事ですね。何かお祭りがあったりとか、ちょっとしたイベントがあると必ず餅を巻くんですよね。へえ、それすごい。でも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ。はい、ありますよね。結婚式の時とか、なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう。だからちょっとここも共通した感じの、ね、うんうん、ありますね。ちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか、名古屋で。あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、そうなんです。はい。ぜひね、今度はそれを餅に変えて、ちょっと山口県バージョンでもね、やっていただきたいね。巻きたいです。巻きたいです。今年もたくさん巻いてくださいね。本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが、本当に目の色変わってたから、それがすごい印象的。ね、餅巻きはね、山口県民を豹変させる。なんかすごいね。ね。そしてそれをまた今年もね、餅を巻いていただけるということで、はい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017と秋祭りのステージ、今年も出演してくださるんですよね。はい、やったー、今年も出れる。秋祭りのステージは去年もありましたが、はいはい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017は今年初めてになりますが、初めてですね。ホールでやるんですよね。そうなんです、屋内のホールでやります。意気込みなどいかがですか。私たち以外のなんか共演する
する方たちもなんかすごい方ばかりなので、はい、私たちが出ていいのかなみたいな、ね、すごいメンバーもドキドキなんですけど、うん、なんか初めてそういうホールでやるということで、初めて見る皆さんにもチーム社長子ってこういうものだよって今はちゃんと、ね、見せれたらいいなって思います、うんうん。そして秋祭りのステージの方もテレビの公開生放送とトークショー、ね、出てくださいますね、はい、こちらもどうぞお楽しみに皆さんよろしくお願いします。さあ秋祭りも来ていただくということなんですが、はいはい、他にも最近いろいろ活動されてるんですよね、ぜひ教えてください。はい、木本さん、はい、10月18日に私たちチーム社長子初のベストアルバム、うん、シャチベストが発売します。おめでとうございます。ありがとうございます。このベストはですね、うんうん、チーム社長この曲総勢65曲の中からファンの方の投票によって上位20曲が選抜されたんですよ、うん、はい、じゃあもう本当にファンの方がもう聴きたい曲がギュッと詰まってる。そうなんです。もうメンバーからしても、うんうん、もう自信を持ってお届けできる曲たちなので、うんうん、本当に皆さんに聴いてもらいたいんです、うんうん、はい。そしてライブなどの情報もありますかね、いかがですか。もう10月7日のこの山口の2つにかけてますね。かけてます。かけてますね。恋する音楽ベストこのKRは秋祭りにもうやっぱ10月ってなったらね、山口しかこの、なんかね、そういうところでつながりが山口とあるのかなと思ったりしますが、うんうんうん、一緒だ。そしてお二人は、去年秋祭りにもチームシャチホコ皆さんで来ていただきましたよね。ありがとうございました。ステージ本当に盛り上がりまして、たくさん見に来てくれてて、ね、初めてだったのだよ ね、 ね、山口。そうなの、山口のちっちゃい子供たちもみんな結構見に来てくれてて、うん、嬉しかったよね。嬉しかった。でなんかそこで驚いたことが、はい、私たちあの餅投げ、あ、餅巻きですね、餅巻きに参加させてもらったんですよ、はい、でなんか初めてそのたくさんのファンの皆さんだったりとか、うん、あとおじいちゃんおばあちゃん、ちっちゃい子供の方たちみんなもうそれをね、うまくキャッチし て、ね、て、特におじいちゃんおばあちゃんがもうすごくてプロってたよね。そう、すごいプロだったよね。うん、もう山口県民は餅巻きってなるともう目の色が変わるんですよ。うん、本当に。あれ必死。よくやるんですか餅巻きは。あ、定番行事ですね。何かお祭りがあったりとか、うん、ちょっとしたイベントがあると必ず餅を巻くんですよね。へえ、すごい。え、でも名古屋でも菓子巻きっていうのがあるんですよ。はい、あ、ね、ありますよね。あの結婚式の時と か、 なんかおめでたいこととかの時にあるんです。そうそう、だからちょっとここも共通した感じの、ね、うんうん、ありますね。ちなみにお菓子は巻かれたことあるんですか、名古屋で。 あ、 あります。そう、私たちのライブで巻くんですよ。あ、そうなんです。はい、ぜひね、今度はそれを餅に変えてちょっと山口県バージョンでもね、またやってみたいね。巻きたいです。巻きたいです。今年もあのたくさん巻いてくださいね。本当になんかそれまで穏やかで見てたおじいちゃんおばあちゃんが本当に目の色変わってたから、それがすごい印象的。ねえ、餅巻きはね、山口県民を豹変させる。なんかすごいね。ねえ、そしてそれをまた今年もね、餅を巻いていただけるということで、はい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017と秋祭りのステージ、今年も出演してくださるんですよね。はい、やったー、今年も出れる。あの秋祭りのステージは去年もありましたが、はいはい、KRY ギュッと恋する音楽フェス2017は今年初めてになりますが、ホールでやるんですよね。そうなんです、屋内のホールでやります。意気込みなどいかがですか。私たち以外のなんか共演する方たちもなんかすごい方ばかりなので、私たちが出ていいのかなみたいな、ね、すごいメンバーもドキドキなんですけど、うん、なんか初めてそういうホールでやるということで、初めて見る皆さんにもチーム社長子ってこういうものだよって今はちゃんと、ね、見せれたらいいなって思います。うんうん。そして秋祭りのステージの方もテレビの公開生放送とトークショー、ね、出てくださいますね、はい、こちらもどうぞお楽しみに皆さん。よろしくお願いします。さあ秋祭りも来ていただくということなんですが、はいはい、他にも最近